はい、こんにちは。まあ、これはね、ブーブという確かミニカーだと思ったんですけども、まあこれはね、おそらくおもちゃメーカーにね、私は言いたいことがあるんですよね。何が言いたいのかっていうとね、このブーブが出てきた時っていうのは、今すっかりブーブって見ませんよね。おもちゃに行ってもスーパーに行っても大手のところに行ってもほとんど見かけることがなくなってしまった。まあそれは結論から言ったらそうなるでしょうね。一時的にはトミカをしのぐほどの勢いであって、まあ、バンダイはね、ちょっとこう、応援したい部分もあるんですよ。例えばガンダムとかね。ガンダムってのはほら、今まであの時代の頃に言ったら最先端だったのよ。アニメで言ったら、まあ、ちっちゃい子供が見るか、小学生の子供が見るものがアニメっていうイメージがすごく強かったんだけど、そのガンダムが出てきたからによって、その中学生や高校生の気持ちというものを捉えることができたんですね。でそれであれだけガンダムはシリーズ化していって、まあ、かつてガンダムを見ていた中学生高校生の方たちが社会人になって大人になって、それこそ20年後30年後経ってね、社会人になってもそのガンダムを愛用していただける。でそのガンダムを知らなかった世代の人にこう見事にこう受け継いでもらえる、そういったものが大事なんですよね。だから私はあのバンダイっていうおもちゃメーカーに関しては非常にそのいいなと思ったところがあった。だそれは先にあのブーブってのを出してからはちょっとすごくこのバンダイという、誰が企画をしたんだか知らない、おそらく多分男の人じゃないと思うよ。あれは企画として作ったのは女性の方かなんかが企画して作ったんじゃないかなと思うんだよね。だからそれは申し訳ないんだけど、おもちゃのメーカーの開発する担当にはやっぱり男性の人が なってなきゃいけないと思うよ。これははっきりと言ってしまったら申し訳ないんだけども、なんでかっていうとね、女性目線からできた企画になっちゃうんだよね。なんでかっていうと、そのブーブだったら、まあ、他にもね、バンダイって妖怪ウォッチとか、まあ、あれは女性の人が担当してもいいと思うよ。あれはなんでかって言ったら、妖怪ウォッチってのはほら、今シャドウっていうアニメに変わったけど、その前まではこうほら、なんていうの、そのまあゆるキャラですよね、あれ完全にね、もう妖怪っていうよりはね。でそういうのでこう作ってるんだけど、あれは多分開発した人は女性だと思うんですよね。で女性の人がこう開発をして、こういう妖怪ウォッチっていうのを、まあ、作ってみましょうみたいな。でその前アニメ描いてる人からも許可を受けてね、でそういうのを作っていったんだ。だいたいゆるキャラとかそういうの女性の人は強いよね。ゆるキャラとかそういうの作るのっていうか誕生させるのっていうかね、あれは女性の人は担当になぜしなっていただいて、企画を通して作ってくれると、それは非常にいいんですよ。ただブーブに関しては全くもって失敗だと思う。ブーブに関して女性が担当してしまったっていうのは、これはね、残念かなっていう感じがある。なんでかっていうと、もうミニカーっていうのは、まあなんていうのかね、男の子がまあ多いわけですよ。まあ最近女の子もね、こうミニカーをこう所有してる子もいるんだけど、まあ多分あんまり見かけないよね。だからといって矛盾してるように聞こえるかもしれないけど、女の子でもミニカーを持ってほしいわけよ。だってそれはほら、トミカなんかのメカでしょ、サンダーの。パン屋さんとかさ、ラーメン屋さんとかさ、ああいったものをさ、女の子でも遊んでほしいなってなる。ただ基本的に担当する側の人間がその女性ではなくて男性の人がミニカーは担当はしてほしいなっていうのはあるんですよ。それが女性が担当してしまうと、ミニカーを担当してしまうと、結果的に今のようなブーブがあまり売れてないという状況にもなってしまうんだよね。なんでかっていうと、それは経済みたいな話になっちゃうけど、要するにあれブーブが生まれた誕生背景っていうのは、まあブーブっていう名前に言ってたらプチッて言う感動してしまったんだけども、なんていうの、そのちっちゃかい子供にが遊んでもらえるミニカーというものをこうスタイルにおそらく考えたんじゃないか。でそうすると男性が担当だったら、そういうスタイルはまず考えないと思うんですよ。要するにちっちゃかい子供が主にメインだ。でもそれは主人公が子供のようであっていて、実は主人公が子供ではある意味ないとも言えるわけですよ。なんでかって言ったら、
それは、要するにちっちゃかい子供っていうのはほら保育赤ちゃんぐらいからだいたい保育園児ぐらいかなってくるとだんだんこう物事がこう、まあ、全部わかるわけじゃないけど、まあ、だんだんと少しずつこう分かってくるじゃない。でそうするともう戦いがこうつって変身だ何々だ何々レンジャーだとか何々仮面だとかさウルトラマンだシュワッチとかさそういうのやるじゃん。よく小学校1、2年生でもそういうふうにやってこういるよね、遊んでる子ね。だからもう遊びなんかどういう遊びしてるのかなって見てみるよ。でそういう子がいるじゃん。でそういう時ってすごくその時代はその子にとってはブームなんだけど、結果的にも問題はそこから先なんですよ。子供がどん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 いつか子供はいつか大人になる、社会人になっちゃうわけ。でそうなった時にああもう俺は、うん、このその時はそういう高い学校好きだったけど今はもっと別に楽しいものをこうが興味を持つようになったから、まあ、そっちの方に行ってみようかなって言ってそっちの方に行くわけよね。だから例えば指導ごっこだったらもっと細かいやつの構造だとかあるいは機械関係のことを学びたいとかね、なんていうんだろう、そういう方向になっていくじゃん。だいたい小学校子供でも小学校4年生5年生6年生とかになってくると、だからあのね一時的なしのぎでしかなかったわけよ結局ブーブーってのは。要するにまあ皆さんこれはねもうお分かりかと思うんだけどあれは一時的なしのぎでしかないんですよ。一時的にトミカに迫る勢いの販売実績を上げました。でもそれから見えてくることは今のおもちゃメーカーが残念なことは売れればいいやっていうね、今売れていけばもう売り上げがあるからもうそれでいいやみたいな、多いみたいなね、あのある意味いいようかよみたいなね。だからもういいようじゃないけどさ、売れればいいやじゃないわけよ思っちゃって。で同時にその時って節約思考みたいなところがすごく強かったんじゃないかと思うんですね。だからブーブーを担当した時も女性の人が担当して、だから女性の人の意見を聞いてみようと思って おもちゃを持ってる小さい子のお母さん方の意見を聞いていた。まあそれも意見を聞くことはいいんだけど、そればっかりをこう対象にしてしまったんじゃないかなってことだね。要するにそれを聞くとさ、ね、あのブーブーってこう変身して、ね、まあ、ロボットになるじゃないけども、消防車だったりトラックになったりとかそういうふうに変形ができると。だから例えばクラウンのおもちゃをミニカーを1台買ってきました。そうすると今度消防車欲しいな、消防指導者が欲しいな、パトカー欲しいなってなるじゃん。でそうするとそれをまた買ってこなきゃいけない。そうするとまたお金かかるじゃないのみたいな、ね、今節約なんだからみたいな、だそこがおかしな話なんですよ。だからどん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 おもちゃメーカーってのはどん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 開発者を惜しむことなくどんどん使っていって、どん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 新しいものをどん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 作った方がいいんですよ。その方が新しいものっていうのを常に新しい時代の感覚を身につけることもできますし、今まで持ってた古いやつに関してもそれでもう古いからって言って処分するんではなくて、明らかにそれをまたもう一度見直してですね、改めて見直して、それでああなるほど今新しいのはこうだけど古いやつも結構いいところがあるんだなっていうことに気づくわけよ。美の壺じゃないけどさ、だからそういったところに気づくからそのおもちゃをより大事にしようかなっていうのがあるわけ。例えばこれを逆にね、はい節約そればっかりやってて、でおもちゃの数はまあ生産台数は減らすでしょうね。でそして開発費も、これはもっとこういう作りではなくてもっともっと、節約できないかなっつって、で開発費も節約されるわけだよ。そうすると作りが雑になるじゃん、ね、作りが雑になるし壊れっぽいものができるし、そうするとそれが何まあ少ない数っつっても、まあ、大量販売は大量販売で変わらないんだからそれがあちこちに売られるわけでしょ。でそうすると昔から知ってるおもちゃファンの人が大人から子供からこう買ってみた時に何この作りはってなるじゃん。でそので値段は安いけど、確かに値段は経済的に安いお値段だけど、何この作りって昔のそのメーカーが作ってた作りの方が良かったんだけどっていう質感がまず下がっちゃうわけ。だからそれが結局景気が悪くなるっていう、まあ負の連鎖みたいになっちゃうわけですね。だから結局景気を良くするためにはどん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 お金を使うってことなんですよ。だから
節約節約っていう考え方をしてて、どん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 もうね大量に作って、大量に、開発をして売ると、もうこの循環を続けていかないといけない。だから今逆なんですよね。今逆に物をどんどん小さくしましょう、作る生産台数小さくしましょう。そうなってくると開発も、開発するお金も制限されるから、もっとちっちゃかい、枠の中でいきましょうみたいな。そうするとどん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 イメージがこう膨らんでくる。いい商品がどん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 小さい小さい考え方になってくる。そうするとどん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 小さい小さい考え方になってきてて、物の質は悪くなる、すぐ壊れる、そういう風になっちゃうんだよね。だからあんまり節約ってあれ一見いいことのように聞こえる。確かにいいところでもあるところ部分もあるよ。例えばその分だけお金が浮いたりとかねするところもあるけど、ただあんまりそればっかりやってると結局的にはストレスが倍増して溜まってってね。だからほらあんまり節約節約ばっかりやってるとほらバウンドっつってバーンと大きくなっちゃうじゃん。だからまあそういうことなんだよね。だからそこのまあ難しさってところもあるとは思うんだけど、だからそれをおもちゃメーカーがさ、それをやり出してるからさ、非常にその残念なんだよね。だから同じ型のやつをね、2000GT なら、どんだけ 2000GT 作ってんだってぐらい、シリーズ本作ってるじゃないですか。いろんな世界の国旗とかね。いいよ、そんな 2000GT たくさん作らんでもって。もう新しい車種作ってもいいじゃないですかっていうなのに、同じ車種で、違う色柄の国旗使ってるの。あれはちょっとさすがに、私はコレクションしないわって思うけど、まあ、プレミアムはね、いいなと思ったけどさ。全く違う金型で作ってるからね。だからそういうものよりはね、もっとバンバン金使った方がいいのよ。おもちゃメーカーとかいろんなメーカーは金をケチケチするんじゃなくて、もっと大量にもう使うとね。でそしたらそれだけやっぱり使えば使うほどお金って後になって大量に返ってくるっていう話だからね。使った分だけそれ以上にまたお金って稼いだ時にこう帰ってくるって話だから、だからまあそれが本当かどうかはね、信じるか信じないかあなた次第ですって話になっちゃいますけど、ただまあそういう風に使った方がいいと思う。だからバンダイも結局的に成功してないんだよ。バンダイじゃない、ブーブーは結局的に成功してないんだよ。成功してるのはそういう風に妖怪ウォッチだとか、ガンダムのプラモデルとかああいうのは成功してる。要するに大人になってもそういうすることで喜びっていうのをちゃんと捉えているから。でもブーブは違う。ブーブは大人になっても所有してくれますかって言ったら所有しないですっていうようなことがほとんどですよ。だってそれはミニカーとしても見てないっていう感じ、その作られた商品に関しても見てないっていう。だから一時的に、あればいいなっていう。だからそのある程度年齢がいっちゃうと、はい、もう卒業しなさいよなんていう話になって、でミニカー以外のものに興味を持ちなさい、あるいはミニカーでももっと大きなサイズのミニカーを買ったらどうですかみたいな。だから強制的みたいになっちゃう。だから結局ブーブって広まらないんですよ。だからね、ああいったミニカーメーカーって、ミニカーはね、私はあんまりね賛同できないですが、まあ買ってしまいましたけどね。どんなものか買ってみないと分かんないから。で買ってみて、その組み立てて、なるほどこういう風かって、確かにそれは一時的には楽しいかもしれないけど、本当の一時指導みたいでございます。まあ、そういうところが残念だったなって感じですね。どうもありがとうございました。